3回の裏5点を追います岐阜城北高校の攻撃は7番ファースト中島から始まっています。初球ボール、投球2球目、川澄サウスポー、第2球を投げたスライダーインコース、ストライク1ヘンドワンです。準決勝第1試合、岐阜城北高校対横浜高校、高松商業野球部総監督尾崎道弘さんの解説です。3球目投げたインコース、ボールカウントは1ストライク2ボールです。さあ尾崎さん、はい、先取点をもらった川澄ですが、これ1点2点ではなくて5点、大きいですね。そうですよね、はい、1ストライク2ボールから第4球を川澄投げました。インコース打ちました、リブイ当たり、ファウル、一塁側ファールグラウンド、ボールカウントは2ストライク2ボールです。一方その川澄に対して1回2回と三者凡退の攻撃が続いた岐阜城北の野手陣なんですが、こう川澄に対しての対応どんな風に見えますか。1、2回はですね、5球目打ったファウル、いや1塁線ファウルです。ボールカウント2エンド2変わりません。ちょっと過去の試合と違いましてね、はい、ちょっと振り回してるような気もしましたね。そうなんですか、はい、しかしもう5点取られてますのでね、はい、やはり軽打で、はい、出塁することを考えないからですね、はい、6球目インコーストレート、空振り三振。3回の裏、岐阜城北の攻撃、7番ファースト中島、空振りの三振でワンアウトです。これで横浜の先発の川澄を打者7人パーフェクトに抑えております。3回の手に横浜が打者1巡の攻撃、5点を取りました。8番の宮城1球目、ボール、ボールカウント、ローストライク1ボールです。今尾崎さんから指摘もありましたが、岐阜城北はここまでコツコツ打線で好成績を残してきました。2球目投げた、打った、ファウル、足に当たりました、ボールカウント、ワンエンドワン。1回戦から準々決勝まで3試合で90打数29安打、3割2分2厘、まあ、横浜が2割6分ですから、これがいかにすごい数字かお分かりになると思いますが、ホームラン1本16得点という、まあ、コツコツ打線で勝ってきた岐阜城北。第3球投げた、インコース打った、ファウル、一塁側ファールグラウンド、ボールカウントは2ストライク1ボールです。藤田監督はバントとつなぎの攻撃にうちの打線は徹するだけですという話をしていましたが、今日はちょっと振り回しているか。2ストライクボール、投球4球目、第4球を投げました、高め直球ボール、ボールカウント2エンド2。尾崎さん、やっぱり名門横浜相手、ちょっと気負う部分というのは選手にあるんでしょうか。やはりね、さっき点が欲しいっていうそういう気持ちもあるでしょうね、はい、5球目投げた、打った、ファウル、三塁側スタンドです。ボールカウントは2ストライク2ボール、変わりません。5対0と横浜がリード。3回の裏、岐阜城北の攻撃、ワンアウトランナーありません。バッター8番宮城、ボールカウントは2エンド2。投球6球目、サウスポー川澄投げました、初球打ちました、いい当たり、一塁線ファウル、ボールカウントは2エンド2変わりません。この宮城はこの大会10打数3安打という成績を残しています。打点はありません。藤田監督が意外性のあるバッティングと評する選手です。第7球を投げた、カーブ浮いた頭の上、ボール、ボールカウントは 2-3 です。さあワンアウトからでもランナー出られるか。まだ1人も岐阜城北この試合ランナーが出ておりません。5対0横浜リード。3回の裏、岐阜城北の攻撃、第8球を川澄投げました、初球打った、打ち上げた、高く上がった、センターフライ、センター下鶴追いかける、こちら向き余裕がある、両手を広げた、構えて取った、アウト、2アウト。青空から8球落ちてまいりました甲子園。3回の裏、岐阜城北2アウト、ランナーありません。バッターラストバッターセカンドの青山と変わります。これで横浜先発の川澄は立ち上がりから打者8人パーフェクトで抑えています。総実戦では正直調子が良くありませんでした。という通り、総実戦では大量リードをもらいながら完投することができませんでした。1球目投げた直球ストライク、ワンダスイングです。その分いつもより今日のゲームの前は多めに投げ込んで、まあ、総実戦よりは調子が上がったんじゃないかと思いますと言っていました。2球目投げた、鈍い当たり、ショートゴロ、ショート前進、高山取った、一塁送球、速いボール、アウト、スリーアウト、チェンジ。3回を終了しました準決勝第1試合、5対0、横浜が岐阜城北をリードしています。